清流の方角キックボクシング統一世界ヘビー級チャンピオンロブン・ロビンソン。試合前に見せていた陽気さからは想像もつかないようなすごい眼光を放っている。ロートルの猪狩にはちょっと逃げはきついんじゃねえか。さあどうでしょうね。じゃあ行くか。うっす。何だいしょぼくれちまってよ。撃ち殺されちまうんじゃねえのか。路上での勝負ならそうなるだろうな。なんだいそれ。猪狩さん。どうした。俺がダメだと思ったらこのタオル投げますからね。かつて日本中を熱狂させた格闘技世界一決定戦、その中心にいたのがこの男だ、猪狩寛治。小泉、タオル投げちまったら汗が拭けねえじゃねえな。燃える闘魂だ。衰えてなんかいない。猪狩さんは観客の前では常に世界最強なんだ。武器の使用以外一切の攻撃を認めます。一応プロなんだな、あんたも。誰が一応プロだって。おい、始め。
ってんだありゃ。プロレスラーにしかわからんよ。やっとの方角、実戦柔術、求め流、求めいぞ。おう。超実戦柔術の言う元米蔵が今闘技場に降り立ちました。対するは現役の横綱だ、金龍山。肩から見りゃアホらしくなるほどの格の違いだがよ、戦いには必ず一瞬の逆転チャンスってのがある。